今から対策すれば病気にならない <music> こんにちはお金の増やし方大全を書いたアッキーですそれでは今回は40歳からの予防医学医者が教える病気にならない知識と習慣74について解説していきますあなたは自分だけは大丈夫 病気にならないと思っていませんか40歳を超えるとがん糖尿病腎臓病といった病気を避けては通れないです国立がん研究センターによれば40歳から49歳のがんの患者さんは30歳から39歳に比べると3倍も多いです 日本では糖尿病の患者が約1000万人そして糖尿病の予備軍が約1000万人いると言われていますおよそ国民の6人に1人が糖尿病あるいはその予備軍にいるわけです人生100年時代は健康こそが最大の資産ですお金や時間がどれだけあっても健康でなければ意味がないです人類の平均寿命が伸び続けている今健康寿命を伸ばすための予防医学は 全国民にとって必須の知識学問といっても過言ではないです40歳を過ぎるとがん糖尿病高血圧といった病気が身近なものになります 人生100年時代においては自分もいずれ病気になるという前提に立って病気の予防早期発見治療のためのメンテナンスが必要不可欠です健康寿命を伸ばし充実した人生を送りましょうこの動画では病気を予防する方法を9個解説していきますこの動画を見てためになった何か悩みが解決できた人はいいねやコメントをください1個目地中食食は最強の食事 現在寿命を伸ばす最強の食事として結論付けられているのが地中海食です。昔からイギリス、アメリカと比べて地中海周辺の国々は高血圧、糖尿病といった生活習慣病の患者が少なく長生きをしています。地中海食に健康効果があるのではないかと考えた研究者たちが様々な研究を行ってきました。 その結果、次の4つが分かりました心筋梗塞など心臓病のリスクが30%程度減少する脳卒中、認知症、うつ病の発症リスクが低下する健康寿命が延びる 糖尿病になるるリスクが低下するこの4つの効果が出たことにより地中会食はあらゆる面でいい影響が期待できそうです地中会食は健康ダイエットの両面での効果が期待できる最強の方法です是非地中会食を食べるようにしてください2個目効果大だけど低糖質ダイエットのリバウンドに注意をする低糖質ダイエットは糖質制限がしんどく継続率が低くリバウンドする傾向があります アメリカの約4万人の成人を対象とした研究があったようですこの研究結果では低糖質や低脂質ダイエット自体は死亡率に関係しなかったですしかし糖質をカットした分動物性のタンパク質や脂肪など質が悪いとされる食事で代替している人は死亡率が上昇したことが分かりました一方で野菜や全粒粉のパンなど動物性のタンパク質を多く取っていた人の死亡率は減少しました 糖質や炭水化物のカットによる体への明らかな害は証明されていないです。しかし糖を欲しているときは代わりを何で補うかを意識した方がいいです。このように糖質制限することはしんどくリバウンドする傾向があります。低糖質ダイエットをする際はリバウンドに注意しながらダイエットしてください。3個目、アルコールとの上手な付き合い方をするときは休暇日の罠に気をつける。 アルコールとの上手な付き合い方で休館日を設ける人がいますがそれだけではダメです約9万人の日本人を対象にした研究では週2日の休館日を設けることで死亡率が低下したデータがありますしかし休館日を設けた反動で逆に飲酒量が増えてしまった人もいます 他の研究では週に1回大量に飲む人と週3日から7日かけて少量で飲む人では後者の方が心筋梗塞のリスクが3。2%から3。7%低下しました。休館日を設けてストレスを溜めて飲み過ぎるよりも普段から少量で飲んでいる方が体にはいいです。お酒に関しては、頻度よりもトータルの飲酒量を減らしていくことが大切です。休肝日を設けるなら、週単位のトータルの飲酒量を減らすように。 してくださいまたアルコールとの上手な付き合い方をする時は休館日の罠に気をつけてくださいそしてあなたの遺伝子の特性を理解して遺伝子に応じた飲酒習慣を心がけましょう4個目科学的に証明された体に悪い食べ物はハムベーコンソーセージ赤身肉と加工肉は食べることをできるだけ控えてください赤身肉と加工肉は体に悪いこの2つを覚えておいてください 2015年国際がん研究機関の発表で赤身肉加工肉が体に悪いことが断言されました国際がん研究機関は発がん性に応じて食品のランク付けを行っています加工肉はグループ1赤身肉はグループ2の A になっていますこのグループ1には アルコールピロリ菌喫煙といった人間の体への有害性を代表するものが含まれています赤身肉についても食道がん大腸がん糖尿病といった病気のリスクが上がる結果が出ていますまた167万人のデータを解析して赤身肉加工肉と白身肉の人体への影響を調査した研究があります 研究によると赤身肉加工肉をよく食べた人は心臓病や死亡リスクが上がりました一方で白身肉を食べていた人は特に変わらなかったです赤身肉加工肉を食べることを控えて白身肉を食べるようにしてください5個目じゃがいもを食べすぎると早死にするじゃがいもは体に悪い食べ物ですアメリカには4年間にわたって食事と体重の関係を調査した論文があります この論文によると一般的な野菜や果物は 体重の減少に寄与していますこれに対してじゃがいもポテトチップスフライドポテトは体重の増加に影響を与えています生活習慣病との関係でもじゃがいもを茹でて食べた場合は若干糖尿病のリスクが上がりますまたフライドポテトに関しては明らかに高血圧のリスクが上がったというデータが存在しますさらにじゃがいもと早死にに関して調査した研究も北米で調査されていますじゃがいもをあげなければ早死に自体には 関係しないけどフライドポテトを定期的にとっている人は早死ににつながったというデータがあります。 じゃがいもは早死にするからといって絶対に食べるのと言いたいわけではないですじゃがいもを取りすぎないようにバランスよく食べるようにしてください6個目マーガリンを食べないマーガリンに含まれているトランス脂肪酸が体に悪影響を及ぼしているため食べてはいけないですトランス脂肪酸を取ることで悪玉コレステロールが増加し善玉コレステロールが低下したというデータがあります 悪玉コレステロールの増加も善玉コレステロールの減少もどちらも心筋梗塞や脳梗塞につながりますまた動脈硬化を進行させるため相乗効果で体に影響を及ぼします WHO は2023年までに食品に含まれるトランス脂肪酸の一切の根絶という方針を掲げたようです現在の方針に従ってアメリカカナダ台湾などの国では トランス脂肪酸の使用を禁止にしていますまたシンガポールや韓国では食品のトランス脂肪酸の含有量の表示を義務付けています一方日本の場合は義務付けられていないです厚生労働省によると日本人は普段からトランス脂肪酸を取らないため規制しなくていいようです市場や食品の大企業などが関係してくるため完全に禁止にすることが日本では難しそうです食品企業によってはマーガリンに含まれるトランス脂肪酸の含 有量を減らそうとする働きがありますファーストフードにはトランス脂肪酸が入っていて体に悪影響を及ぼしているためできるだけ食べないようにしましょう7個目緑茶とウーロン茶を飲む さまざまな研究データによると緑茶とウーロン茶には健康効果を示す結果が出ています緑茶には悪玉コレステロールを下げる効果があります日頃から緑茶とウーロン茶に親しんでいる日本人にとっては効果大ですこれからも緑茶を日常生活で飲んでくださいウーロン茶に関しては対象者22人に1日1リットルウーロン茶を飲む習慣を1ヶ月続けた研究を行いました 研究の結果糖尿病の指標であるヘモグロビン A1c が低下しアディポネクチンというホルモンが増加したデータが存在するようですアディポネクチンは血管の傷を修復したり血管を広げたり体にインスリンを効きやすくします生活習慣病の全般に効く非常に重要なホルモンです約7万7000人の日本人を対象に飲み物と心臓病との関連を調査した研究があります 研究の結果、緑茶とウーロン茶を飲む習慣のあった人は、そうでない人に比べて心臓病で死亡率が低かったというデータがあります。様々な飲み物の中でも、緑茶とウーロン茶の健康効果は際立っています。しかも日本人の生活習慣に馴染んでいることは非常に幸運です。お茶の種類に関係なく、飲めば飲むほど糖尿病のリスクは下がるという論文があります。わかりやすく言えば、 水よりもお茶を飲む習慣をつけた方が体にいいってことです。ぜひ毎日 緑茶茶とウーロン茶を飲むようにしてください8個目食事は総合点で考える食事は体にいいとされている食習慣を全体的に増やし悪いとされている食習慣を減らすように総合点で考えてください特定の病気にだけ効果がある食品は少ないです体にいい食べ物は複合的な理由で体にいい作用を及ぼします病気ごとに区切って対策をする意義は少ないですそのため病気と一対一対応で考え えることはしない方がいい方がですそして正しい知識を身につけた上で重要になるのが継続できることです。 例えば特にこだわりなく目玉焼きにベーコンを乗せる習慣があったとしますベーコンが大腸がんのリスクを上げる事実を知った上でベーコンをやめてみることです大好きな焼肉を我慢するよりもこだわりのない部分の食事習慣を変えた方が継続はしやすいです食事の習慣を完璧に守ろうとしてストレスを溜めながら100点にする必要はないです 現状のあなたの食生活の中から変えられそうなことから始めてみることですまた継続できそうなことからカスタマイズしていくことですぜひ食事は総合点で考えてみることです9個目早歩きで1日8000歩を目指してください 歩数は8000を目標にしてくださいなぜなら早起きで1日8,000歩歩くことで高血圧糖尿病大腸がんなど多くの病気の予防効果があります運動の中で最も取り組みやすい方法がウォーキングです 人気の方法が通勤や買い物などを含め1日に歩いた歩数を計測する方法ですアメリカの約1万5000人の女性を対象にした研究がありますおよそ8000歩まで歩けば歩くほど寿命が延びたというデータが出ています ただし8000歩を超えてから大きな変動はないですそれでも8000歩と言われるほど不安を感じるかもしれないですでも安心してください生活スタイルにもよりますが通勤をしたり食事に出かけたりするだけで3000歩から4000歩くらいは歩いていますスマートフォンの多くには歩数計が搭載されています1日に歩いた歩数を計測する方法を試した際に歩数を確認してみてください この歩数に最寄り駅一駅前で降りて歩いたり、買い物には車で行かず歩いたりすれば8000歩に到達します。ぜひ歩数は8000歩を目標にしてください。自分だけは大丈夫。病気にならないと思わないでください。今のうちから予防することが大事です。病気になってからではなくて、病気にならないようにしっかりと予防医学の考え方を持ってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。